ちょっと痛いだけだ。こんな傷、俺様は全然気にならない。ただ、お前の手当てに不満があるんだ。俺様が言ったのは、お前の包帯の結び目は美しさに欠けてるってことだ。俺様のそばにこんなに長くいるんだから、少しは美意識を養え。待て。お前も袖をまくって腕を見せてみろ。怪我をしてるのになんで何も言わないんだ。さっきも聞いただろう。誰がお前のために心配するかよ。まったく。気の抜けない奴だ。そうと知っていれば、もっと早く確かめたっていうのに。とにかく、これからはもっと気をつけろ。これは俺様の命令だ。お前は俺の、専属モデルなんだから、後が残ったら困るんだよ。薬箱を渡せ。しっかり覚えてもらうために。今回は特別に、俺様が自らお前の傷を手当てしてやるよ。俺様の髪を触りたいなら、触らせてやってもいいぞ。もう一度くらい、特別を許可してもいいだろう。しかし、これは決してお前の行為を認めたわけじゃないからな。お前は騎士じゃないのに、どうしてあの時突っ込んでいったんだよ。万が一、万が一。この騎士宣言は、あんまりいいものじゃないな。何をじろじろと俺様を見てるんだ。あ、誤解するなよ。顔が赤いのは、部屋が蒸し暑いせいだ。そうだ。外の空気を吸ってくる。もしあの憎らしい狼どもに出会わなかったら、今頃俺様は、あいつと湖のほとりで花火をしてたはずだ。あれは俺様が特別に発注した花火だったのに、このタイミングで彼女に。そんな恥ずかしい言葉を言った覚えはないぞ。ところで、さっき。変なことを聞かなかっただろうな。これは？しかし。それとは違う美しさがある。さっきの言葉、一旦取り消してやる。お前、俺様のそばにいて、美意識が養われたようだな。お前、やっぱり聞いてたんじゃないか。さっき俺様が聞いたとき、なんで嘘ついたんだよ。少し遅くなったけど、お前の気持ちが知れてよかったよ。
お前がそう言うなら仕方ない。よく見てろよ。これは俺様の、いや、俺たちの騎士宣言だ。俺は自分の剣で、俺が求めた美とお前を守る。お前、さっきの話は、まだ有効か？今更だけど、俺様は、お前の望み通り、率直な話をするぞ。俺様が心の中でずっと探している美は、星空の下で共に踊った時から、ずっとお前と一つになっている。たくましい俊美、震える剣先、深い眠りのバラの花。今になって、この騎士のロマンは、この美にこそふさわしい。その美があるからこそ完成すると思う。その不可欠な美とは。大切な人の笑顔だ。